はい、それではすみません、本日は、急なお呼び立てをしまして、また失礼をして申し訳ございません。それでは知事の臨時、記者会見、をこれから始めます。新型コロナウイルス感染症患者の県内発生等につきましてございます。よろしくお願いいたします。はい、それでは本日、新型コロナウイルス感染症に関しまして、2点、皆様にご報告を申し上げます。一つは本日午後、県内におきまして、新型コロナウイルス感染症患者の発生が確認されました。患者さんは、県内在住の、60代男性であり、3月6日に、山梨県衛生環境研究所におきまして検査を実施し、陽性の結果が得られたものです。この新型コロナウイルスの患者の発生が県内で確認されたのはこれが初めてになります。この患者さんは先月21日から23日の間、大阪府和歌山県に自家用車で旅行をされています。同24日から27日は勤務をしており、28日に発熱等の症状があり、3月4日まで自宅にて療養しておられましたが、改善しなかったところ、3月5日から本日にかけて受診をし、2度にわたりウイルス検査を受けたところ、本日陽性が確認されたところであります。現在は感染症法に基づき入院措置を取っているところであります。入院先は山梨大学医学部附属病院であります。本件につきましては現時点では濃厚接触は考えにくいものの、引き続き積極的な疫学調査を実施してまいります。以上が1点です。次に、長野県からの情報提供に関する本件の対応につきまして申し上げます。本日、長野県の2例目として確認されました、患者さん、新型コロナウイルスの、患者さんが、発症後の3月3日火曜日に山梨県内の医療機関を受診している旨の連絡がありました。この患者さんは、長野県在住の、50代女性です。2月17日に大阪市内のライブハウス、ソープオペラクラシックス梅田で開催されたイベントに参加されていました。すでに、管轄保健所におきまして、本人、などから、複数回にわたり聞き取りを行い、濃厚接触者を把握し、健康確認及び、経過観察のプロセスに入っているところであります。今後念には念を入れ、濃厚接触者の確認漏れがないかなど、さらなる積極的疫学調査を行います。なお、この医療機関の職員、スタッフにつきましては、ウイルス検査を行った結果、陰性であることを確認いたしましたが、現在、診療の受付は休止し、院内の消毒等を行ったところであります。この当該患者さんは、滝沢牧場、これは長野県、南佐久郡、南牧村ですが、の従業員であり、2月の22日土曜日から24日月曜日、2月の28日金曜日から3月1日日曜日に、当該牧場を訪れた方は、症状の有無にかかわらず、最寄りの保健所に、ご相談をお願いいたします。また大阪のライブハウスにおけます患者クラスターの発生が確認されております。大阪京橋ライブハウスアークにおいて2月15日および16日、ソープオペラクラシックス梅田において2月19日および20、23日に開催されましたイベントに参加された方につきましても、症状の有無にかかわらず最寄りの保健所にご相談くださいますようお願いを申し上げます。集権都県に都県におきましては感染者が発生し、さらに増加してもおかしくない状況と認識をしております。多数の方が利用される施設などにつきましては、施設の衛生管理や従業員の健康管理に一層ご配慮くださいますよう保健所を通じて指導を行っております。なお、医療機関への問い合わせおよび取材についてはぜひともご遠慮賜りたく、慎重な対応をお願いしたいと思います。
患者発生時の対応につきましては、専門家会議を組織するとともに、県下医療機関を含め入念に対応、対策を準備してきたところであり、患者さんの回復のため万全の体制で臨んでまいります。今般の患者、県内における患者さんの発生を受け、先ほど庁内の対策会議を緊急に開催し、対策本部に格上げをしたところであります。県といたしましても、引き続き国や関係機関とも密に連携し、感染の拡大防止に全力で取り組んでまいります。県民の皆様におかれましては、手洗いとうがいによるうつらないための注意はもちろんのこと、今後は身近な方、周辺の方にもうつさないことを念頭に、さらなる慎重なご配慮をお願い申し上げます。新型コロナウイルスの予防効果におきましても、最も大切なことは、何よりも日常の生活のリズムを崩すことなく、食生活を含めました栄養と休養をしっかりとること、さらにご自身の体調において決して無理をされないことと、されております。お互いに、お互いを守ることを何よりも優先していただき、オール山梨で、全県民一丸となって、この新しい感染症に、立ち向かっていただきますようお願いを申し上げます。県といたしましては、国に先立ち創設いたしました、休業助成金を含め、県民の皆様が、ご自身の健康を最優先に考えられる生活環境を築いておくために、あらゆる方策を、検討し、実証してまいります。できること、考えることのすべてを、迅速、そして丁寧に的確に、行い、新型コロナウイルスの県内患者の発生に伴う県としての決意をここに示しまして、県民の皆様にお約束をいたしたいと思います。私からは以上になります。それでは今のコメントをお配りをいたしますが、同時に質問もお受けいたします。いかがでしょうか。どうぞ。話も聞かないですけども、はい、これ自宅療養は60代の男性の件なんですけれども、はい、何日かありまして、現在はどういう状況、自宅でいらっしゃるのか。現在は、症状は軽症というふうに聞いております。で、現時点で山梨大学の附属病院に入院をされています。で、この間旅行に行ってから、現在に至るまで会社には一旦出勤されたりはしてます。出勤されております。何度ぐらい。24日から27日までの間。ただ屋外での勤務ということで、濃厚接触は考えにくい、こういう状況に。それから旅行に行ったご家族が何人で、そのご家族は今独居です。この方は独居の方です。お一人です。はい。よろしいですか、朝日さん。はい。はい、じゃあいいです。毎日のものですね。一の方、この60代男性なんですけれども、この方はライブハウスとかそういうところには行かれたりしてるんでしょうか。そこはちょっと私は承知をしておりませんが、今まで確認をした段階ではライブハウスへの行ったということは聞いておりません。わかりました。他にいかがでしょうか。はい、すみません。1の方の、感染経路、どこか怪しいライブハウスみたいな明確なものがあれば教えていただきたいんですが、感染経路につきましては現在のところ分かっておりません。ご存知のように潜伏期が2日から12日14日という間あるものですから、その大体1週間ぐらいの前の一番の潜伏期に当たるだろうという行動を確認をしていますが、そこでどこでっていうことはなかなか特定ができていません。はい、どうぞ。
YBS の田中です。職業会社員ということなんですが、かなりこう多くの方と接触するような職業なのかどうか、そこら辺を少し教えていただければと思います。来客対応はない、会社員さんだと思います。よろしいですか。はい、産経新聞の中丸です。長野県の患者さんのことですけれども、県内の立ち寄り先の医療機関なんですが、先ほどちょっと見てまいりましたら、自ら張り紙をして、コロナウイルスが来ましたので休診しますということなので、これは公表してもいいのではないかと思いますが、もうお分かりになってるからあれなのかもしれませんが、それは私どもから公表する今までの公表基準と照らし合わせまして、私どもから、もうすでにですね、この場合、この方の場合にはその濃厚接触者を、把握し、健康確認のプロセスに入っておりますし、それ以上その多くの皆さんにお伝えをして、何らか行動を促すような状況にはないと思われますので、私どもからこうお名前をするのが差し控えたいと思います。なおですね、ご承知のようにこの医療機関におかれましては、すでに、繰り返しになりますが、受付を停止をいたしておりまして、PCR 検査を行ったところ陰性が確認されております。また消毒もすで、に実行済みの、状態になっております。他にいかがでしょうか。はい、すみません、市民の方です。1の方なんですけども、山梨県の市町村はどちらでしょうか。ん、1の方の、市町村については公表を先ほど申し上げました基準に照らしまして、公表を差し控えたいと思います。はい、いくつかあります。まず1の人の大阪府内を電車で移動というのは、これは公共区間、電車何時頃に乗ったっていうその特定というか、把握されてこられるのかどうか、把握されていたら教えていただきたいんですけど。そこまでは聞いているかも分かりませんが、今持っている情報の中では分かりません。逆に言うと、分かった段階では、当然ここで金を保有して保険してたかどうか分かりませんけれども、感染を広げている可能性があると思うんですが、その分かった段階で発表されるんでしょうか。ご覧いただきますように、症状が出たのは2月28日の夜からですから、21日、3日のその行動については、発症のかなり前なので、他人にもし感染をしていたとしても他人に移す可能性はないということで、そこまで公表をするということは考えていません。それから A の3月4日に A の医療機関、これは今おっしゃられる症状が発生した後ですけれども、この人はこれは接触者外来センターに電話して受診されているのか、以前にかかっているから再びここにもう一回かかったのかどうでしょうか。かかりつけ医として受診をしています。そこの人 その濃厚接触者、あるいはそれ感染広げて恐れって、電車よりも多分あると思うんですけれども、その辺についてはどうなんでしょうか。そこも確認をしましたが、医療関係者も適切な防御措置を持って対応していますので、そこでの濃厚接触者は発生をしていないと考えております。次、その5月あの5日と6日には違う医療機関に行かれていますが、これはどういう理由で。これは何と言うんでしょうか、職場の方で少し大きな病院にかかった方がいいよというアドバイスがあって、違う機関を利用されたと聞いています。それはセンターに連絡した上でしょうか。センターに連絡がありましたが、その時点では少し前の段階だったので、まずはかかりつけ医の方にご相談くださいということで、相談センターの方では対応しています。でそれ以降、この方については相談センターの方に、問い合わせということはされておりません。そうすると、この男性の方は A の医療機関に相談した上でこの B の機関を医療機関を選ばれたということですか。相談した上で
ということは分かりませんが、選んだのは、選択をされたのはご本人が医師で選択をされたようです。とすると、その5番目6番目は、まあ、もしかしたら A に比べるとさらに濃厚、あるいはその発症した上で受診しているわけだから、さらにこう感染している人が多くいる恐れがあると思うんですけれども、その辺はいかがですか。そこは発熱だということで、事前に問い合わせをして受診をしたので、医療機関の方ではきちんとした防御の対応をして対応しておりますから、濃厚接触はそこでは発生しておりません。で、ごめんなさい、この B の医療機関6日、まあ、今日ということですけれども、これは検査をしたのは5日と6日2回とっていうお話でしたけれども、それはなぜ2回と思ったんですか。5日の日にの検査をした検体については陰性でした。ただ主治医の方がやはり疑わしいのでということで、まあ、再度検体を取り直して、本日出して、その結果が陽性だということです。他にいかがでしょうか。今現在分かっている濃厚接触者の者はゼロってことになる。どちらの話ですか。1番の県内の話です。今現時点で調査を した段階では濃厚接触者に当たる方はいないんではないかなと思いますが、まあ、さらにそこは確かめるために、確認作業を行うことにしています。ありがとうございます。はい、あ、何です。確認ですけども、この医師の方、この方は咳とかはないんですか。発熱、頭痛、症状的にはどういったものでしょうか。咳があったという話は聞いていないんです。で、聞き取った情報をそのままこの紙に落としていますので。発熱もないんですか。あ、いや、発熱は、失礼しました、ここ発熱は書いてありませんが、発熱はあります。いつの段階でどれくらいの。28日の夜から、これ発熱も失礼しました、あります。何度ぐらいあるんですか。37度台の発熱と聞いています。はい、日新聞の上です。お願いします。ナンバー1なんですけれども、3月3日近所のスーパー等を利用となっておりますが、この他に何か外出されて行かれたような場所が分かりますか。確認をしましたら、買い物をしたのがスーパーとドラッグストアで、いずれもマスクをしての利用だったということで、その時点でもきちんとした、まあ、ご存知のようにドラッグストアもスーパーも喋るということがほとんど現状ではないので、濃厚接触者が発生しているとは考えていません。あと、すみません、まあ、勤務時もマスクをされたりはされていたんでしょうか。勤務時は分かりません。要するに発症前なので。そして知事からもありましたように、基本的には屋外で、作業をされる方なので、そのマスクまではちょっと情報を持ってません。あと、すみません、先ほど保健所 のセンターの方には一度連絡をされたと、この男性は、なんですけど、日付はいつぐらいにやられたのか分かりますか。日付はですね、3日か4日です。すみません、4日ですか。そこで相談してかかりつけ医にということで、そのまま入っていただくとかね。あと、2番目の、ものなんですけれども、この医療機関、今休止あるいは消毒ということなんですが、これ休止は県の方から指示をしたのか、あるいはその独自にここは休止をされているのかというと、どちらになるんでしょうか。これ自体ですね、実質的に休止をいただければ。こちらは、まあ、陰性ということなんですが、この医療スタッフ等は、濃厚接触者
として該当することになるんでしょうか。そこは今ちょっとどういう状況だったのかも含めて、確認をさらにしているところです。じゃあ、濃厚接触者になる可能性もあるでしょうか。ないとは言えません。その、3日の日に行かれたんですけど、そこの3日の日あるいはそれ以降で、まあ、この、女性と同じ時間帯に来られたような患者さんも濃厚接触になる可能性はあるんでしょうか。あそこはあると思います。今その確認を進めているような状況というのが分かりました。おおむね把握はしておりますが、なおその把握漏れがないかどうかを再度念入りに調べているという。で、把握された方に対してはもうすでに健康確認、のプロセスに入っています。その方たちには例えば外部との接触がないというか、その自宅待機等をお願いしているような状況ではあるんですか。基本的には外出を自粛していただいて、2週間健康観察を お願いをする、そういう形になります。今現時点で分かっている範囲で、その2週間、まあ、自粛されている人数と、そのなんか患者さんとか医師とか、その属性を教えていただければと思います。ちょっとそこはちょっと流動的な部分があるもんですから、もう少しきちんと分かった時点で公表をさせていただくことになると思います。確認ですが、医師あるいはその、まあ、医療スタッフの方と患者さんで、自粛を求めているということでよろしいでしょうか。そこ濃厚接触になれば、そういうことをお願いをするということになりますので、本当に濃厚接触者に該当するのかどうかということを一部はその患者さん方については分かっている部分がありますが、それ以外の方については医療関係者も含めてちょっとさらにどういう状況だったかというのを把握をしているところです。確認できるまではちょっとしばらくは控えてほしいという。分かりました。関連ですけれども、この二の方の今おっしゃったこの7月3日に長野の方が山梨に来た理由というのはどういうところなんでしょうか。そこは聞いていません。あ、他にいかがでしょう。その ABS なんですけれども、一番の方の栄養機関のかかりつけ医なんですけれども、十分な防備をしてたので大丈夫、それどういう対策をされてたんですか。の医療機関ですから、きちんとサージカルマスクというマスクをして、そしてその方対応したら、そのドクターは他の患者さんもそうなんですが、きちんとした手洗いをする、まあ、基本的な予防策というのを取られていました。他の患者さんとの接触は、その医療機関ではなかったということです。 いなかったんですか。はい、一人だけ。はい、今日の河村と申します。その関連なんですけど、その A の医療機関、これは経過観察になってます。データ発表してます。 A の医療機関ではPCR 検査をしてないわけです。これは経過観察をしたそうじゃないですか。風邪症状で受診をして、インフルエンザの検査をして、そこはマイナスだったと。ああ、で、まあインフルではないねってことで、はい、まあ、自宅に、はい、ということ。なるほど。すみません、それぐらい1と2なんですけど、容体はどうなんですか。容体、今最後に向かっている軽症だ重症だとかあると思うんですけど、1の方については、知事からありましたように、まあ、自分できちんと行動できるぐらいの今容体ですので、全然重くない。で、2の方については長野県の患者さんなので分かりません。ありがとうございます。他にいかがでしょう。はい、どうぞ。確認なんですけども、1の方も医療機関 A、B ともに専門外来とかではないわけですね。だから、いわゆる、接触外来、接触センターの方から連絡があって、専門の相談センターの方から受診調整をした医療機関ではありません。A も B も違う。はい。B
であの結局その最終的に PCR 検査を実施するという判断、医師の判断は何をもってされたのかというのをお分かりになりましたら、発熱の期間が何日以上とか、まず呼吸器症状ないというので、なぜこう PCR 検査に。あのそこは、CT をこの B の医療機関で取って、あの CT 上、まあ、比較的新型コロナウイルス感染症に多いという、所見が CT 上得られたので、まあ、念のために、検査をいう依頼が あったと聞いています。それは肺ですか、ね、はい、あ、そうです、はい、肺でどういう症状ですか。すりガラス状の陰影というのが比較的特徴的な所見になりまして、その所見が CT 上あったということを聞いています。あと、梨大の病院に入ったのは今日、はい、夜から、はい、で入院のことになる、はい、感染症法による勧告入院になります。バイベースの田中です。センターに相談して、まずはかかりつけ医療ということで進められたということなんですけども、最初にその、まあ、B の医療機関につな、まあ、がらなかった理由っていうのはどういうふうに、こうまずはそのかかりつけ医を、まあ、進められた理由。検査をする必要性がその聞き取りの中ではなかったということで、まあ、そういう方については多くの発熱患者さんいますが、まずはかかりつけ医の方に相談をしていただいて、そのかかりつけ医の方の総合的な判断があって、どうしても検査が必要だということになれば、そのまま検査をしていただくように、保健所の方で調整をするということをやっています。でそれと同じことを今回も実証しています。今回の場合、判断基準となったポイントっていうのはどういうところなのかなと思います。どこの判断基準、かかりつけ医さんをまずは受診するように勧められたところっていうのは、その総合的な判断っていうところで言うと、具体的にそのどの部分だったのかなっていう。受診を促すための目安っていうのが国から出ていますが、まあ、そういうことも踏まえて、この一の方は保健所に電話をしてこられたんだと思います。ただいろいろ聞いた中で、その海外渡航歴等もないし、その特にひどい息切れをするだとかですね、そういう症状もなかったので、まずはそういう場合、今は新型コロナのウイルス感染症よりもそれ以外の、まあ、インフルとか他のウイルス感染症による風邪症状の方が圧倒的多いものですから、まずはそういう場合はかかりつけ医の方に、少しご相談くださいという対応をしていますので、まあ、それと同じように対応したということです。よろしいですか。はい、知事すみません、さっきの公表基準、市町村の基準値が言えないという公表基準なんですけども、まあ、注意喚起という意味でも結構その他県でも結構公表されていると思うんですけど、その言えない理由の根拠というのはどういうところにあるんですか。我々が情報を公表するのは、感染拡大の防止、にとって必要な情報を公表するということで、これはまあ、このケースに関してはそういう必要性が認められないので、公表はしないと。これは先般公表し、お伝えを、まあ、これまでずっとしている公表基準に基づいた判断です。なんか近所のスーパーとかも利用している中で濃厚接触でいないということが可能になります。よろしいですか。他に朝日新聞吉田ですけれども、最初に医療機関、一の方ですね、医療機関 A を受診して、そこで適切な防護が出されて、そこでの、ね、感染の恐れはないということですよね。でもかかりつけ医のお医者さんですので、ここでそのような適切な防護、対処がどうして可能だったのかというのを説明いただきます。今は風邪のシーズンですから、はい、開業医さんの多くはきちんとサージカルマスクをして、患者さんごとに手洗いをする
とかっていう基本的なその処置をしておられると思います。でそれをしておられたので、現時点では濃厚接触の機会がなかったというふうに考えています。そうです。そうするとそれで濃厚接触の恐れがないっていうのは、例えばね、その防護服みたいなのを着て診療して、診療した後防護服を脱ぐとか、そこまでのことを求めてるわけじゃなくて、マスクをして診療して、例えばそのドアノブを後で消毒したとか、そういうこととかやってるんでしょうかね。いちいち個々の患者さんにはしていないそうですが、うん、この A 医療機関では、うん、午前と午後、はい、2回そういう患者さんが触れるようなところについては、その診療所内を清掃して消毒をしているということでした。でじゃあなんかその接触感染の恐れもないというような判断ですかと判断をしています。その患者さんが、退出された後別の患者さんが通ったりということはなかった。いや、通ったかも分かりませんが、はい、どういう構造でちょっとなっているのか、そこまではちょっと確認ができて、私の自身確認ができていないんですが、はい、基本的にはその患者さんはマスクをして受診をされている。で接触感染が起こるときはこうマスクの代わりにくしゃみとかそういうことをして、それが手にウイルスがついて、それが他のところについた場合に感染の可能性があるということだと思いますから、この方についてはきちんとマスクをされた上で、受診をされているので、そういう問題はないと思っています。ということはあれですね、4日の医療機関のところで感染の恐れがないというのは、まあ、基本的にはマスクをしていたから大丈夫であるというご判断ですね、患者さんがね。ドクターの方も念のためにマスクをしていた。ドクターもしていた、ええ、スーパーの方はまだ発症前だから、いやいや、ここいや、スーパーは具合が悪くなってから。ああ、具合悪い、ええ、ここは人と接触しなかったから、マスクをして、マスクをして、どちらもじゃあマスクをしていたから、はい、というのが大きな判断の根拠、はい、ということです、はい、他にいかがでしょうか。どうぞ。この1人目の男性ですけれども、28日に熱が37台、その後はずっと発熱の症状が続いてたんでしょうか。そこの情報はちょっと今手元にはありませんが、具合が悪いから多分受診を、そういう状況が続いたから受診をされたんではないかなと想像しますので、まあ、発熱は続いていたのかなと思います。はい、なんかすみません、三日支部の方です。1と2に両方して関連するんですけども、であるとこの1の A 医療機関、 B 医療機関と2のこの山梨県内の医療機関、こちらの2の方は休止中ということなんですが、大きな違いというと何があるんですか。その医療機関でやる診療のやり方とか、その場合の処置ですね、それによって感染のリスクっていうのは医療機関で本当にあるかどうかっていうのは大きく変わってきますので、細かくはちょっと言えないんですが、その違いです。A の医療機関、1の場合の A の医療機関、 B の医療機関というのはきちんとした基本的な対応をして、そして何と言いましょうか、よくいろいろとエアロゾルがどうのこうのっていうことがありますが、そういうエアロゾルが飛ぶようなそういう処置はなかった。それに比べてこの2の方の B の医療機関、B ですかね、2の方の県内の医療機関については、ちょっと、それに類するような処置も少しあったので、その辺を少し考慮をして、この1の場合と2の場合というのは感染の危険性の度合いがかなり違うという判断をしています。
マスクの着用とかではなくてということですか。はい、別の理由があるんですけど、はいはい、もう少しその辺なんかこう分かりを詳しく説明していただきたいと思います。ですから、まあ、現在申し上げられるのはまあ、処置がかなりこう違っていた。患者への処置が、はいはい、対応が異なっているという、はいはい、それはまあ、もしかして言えないのかもしれませんけれども、そのいわゆる診療科目が違うくて、例えば A と1人目の男性の A と B の場合は、まあ、内科的な受診をされているけれども、B の2人目の人はそれとは違うのでということ。診療科については、まあ、具体的には申し上げられませんが、まあ、処置の内容が違っていたということでご理解をいただきたいと思います。はい、すみません、ちょっと先ほど同じかもしれないんですけれども、大阪から帰ってきてですね、13日間県内にいて、多分県民の方これ不安だと思うんですよ。どこかもわからない、どんな会社かもわからない、どこのスーパーかもわからない、どの医療機関かもわからない、濃厚接触者 いないから大丈夫っていうのはちょっと医療として乱暴かなと思うんですけど。いや、濃厚接触者がいなければ感染する恐れがないわけで、そういう意味で感染する恐れがないところをいちいちこうほじくり返してですね、お伝えするというのは、プライバシーとのバランスの観点から私たちは控えたいと思います。恐れがある場合は全部しっかり公表します。恐れがない場合は公表しません。その24時間全部行動を覚えてられないかと思うんですよ。人と濃厚接触してもこの方が状況的に見て濃厚接触者の可能性がないという判断をしておりますので、それはそういう問題にはならないです。確認ですけれども、1の方の A、B の医療機関は今もやってるんですよ。はい、消毒をした上でした。そこはしてないんですか。A の医療機関はきちんと先ほど言いましたように、毎日2回午前と午後消毒をして、その当日で本日についても同じような対応をしていますので、今回のこれを受けて新たにしたというものではないと思います。基本的によく清掃しておられる医療機関だと認識をしています。 B についてもですか。 B については少し、通常のエリアとは違うところできちんと対応をされています、まあ、そういう意味で、医療機関として完全な防御を持って最初から対応しておられるので大丈夫だと考えています。これ山梨大学の病院ではないんですか。 B は、まあ、そこは差し控えたいと思います。他に質問。どうぞ。皆さんの NHK ですけれども、この方男性、屋外で勤務ということですけど、これどういう指揮をだったんですか。具体的に申し上げるとかなり特定をされてしまいますので、基本的には屋外で一人で、やる業務だったということでご理解をいただきたいと思います。この事務所とかに行ったりとかっていうのも基本的にはないような、人と接するのはどういうかということを確認をしましたら、お昼ご飯を食べるときに同僚と食べることがあるということでした。でその時はまあなかったっていう。いや、その時もあったとは思いますが、見ていただきますと28日の夜から症状が出ている。で、その前の日27日たとえお昼に一緒にされたとしても、まあ、1日も遡るとそこはまあ感染ほとんど感染することがない、症状が出る前ですねという判断をしていますので、そこは
同僚とご飯を一緒にされてもまず問題はないと考えています。はい、と1と2それぞれなんですけども、濃厚接触者については調査中ということですけれども、そこは詳しく出るっていうのはどれくらいの時間でこうはっきりするところなんでしょうか。明日10ぐらいには濃厚接触者いましたいませんでしたとか何名がしたとかっていうのがはっきり出るものなんでしょうか。それともまだもう少し時間かかりそうなんですか。それはちょっと相手もあることなので、一概に言えないところもあります。もう少し申し上げますと、医療機関って患者さんだけが来るんではなくて、付き添いの方なんかも来られますよね。そういうところまでのちょっといろいろ調べようとすると、時間がやや要しているということでご理解いただきたいと思います。わかりました。細かいところですみません、確認なんですけど、恐縮です。共同の川村です。先ほどの5日6日に B の医療機関で CT スキャンをしてすりガラス状に所見が見られたので陽性と判明とおっしゃったんですが、 CT スキャン取ったのは6日、今日でいいんですか。ちょっと記録がないんですが、5日に疑わしいでもう一回やろうって言ってスキャンを取って今日陽性と PCR 検査をして、5日に取ったとこういうことならば、そして5日にも検査をしています。ただそこで陰性だったけれどもドクターの方で典型的な所見が見られるので再度念のためにしてほしいと。なるほど。今日、はい、経過が出てくる。分かりました。ありがとうございます。他にいかがですか。どうぞ。CT で取った時にその陰影が出て、で呼吸器症状がないってことっていうのはあり得るのかというと、たまたま今資料として呼吸器症状のメモがないっていうだけなのか、あったかないかっていうのははっきりしないところがあります。呼吸器症状のこと何か書いてあります。特に保険契約の中にはございません。これ一般論として聞いていただきたいんですが、県内でもクルーズ船関係の方々を受け入れてます。でその方々の状況をちょっと見てみますと、全く症状がないのに、CT を取ると肺炎症状があるという方が結構おられました。ですから現実に症状がなくても CT だけ取って CT だけに症状が所見が出るということはあり得ます。はい、ちょっと人の体なんでよくわからないんですけど、この1人目の男性の方ですけども、4日の医療機関では CT スキャンをしなかったのは、そんだけ症状が出ないのか、そういう判別がお医者さんでもできないほど、やっぱりこう未知なのでわからないということなんでしょうか。そこはちょっとよくわかりませんが、全ての医療機関が CT 持ってるわけじゃないので。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。すみません、知事にお伺いします。県内で出たということなんですが、今後その県として、もちろん県民の呼びかけとかいろいろありますけれども、具体的にその新たな対策として何か今検討したいと思われていること、あるいはもうすでに指示されていることっていうのは何かあるんでしょうか。これまで相当程度その、準備を進めて、この日があるということは前々からその想定してますということをお話しした上で準備は進めておりますので、とにかくその、まずは多くの皆さんに、引き続きですね、そのあるいはこれまで以上に、手洗い、咳エチケット、をはじめとするですね、その感染予防策にぜひ気をつけていただくよう、進めるということがまず一番です。
でその上で、この今回のですね、その、患者さん、のその、濃厚接触者の、確認の漏れがないように、さらなる調査を進めた上で、濃厚接触者の方の健康観察、にはですね、さらに注視をしていく、ということをまず万全を期したいと思います。はい、どうぞ。すみません、今のお話聞いてちょっと一般論的なことをお伺いしたいんですけど、症状が出ていない段階では多少の接触があっても感染の恐れはそんなにないということなんですね、今の話ですね。で、仮に症状が出た後でも本人がマスクをしていればそんなに心配することはないということでいいんでしょうか。それはこれからね、県民の皆さんが感染予防を心がけるときの行動のね、指針になると思うんで、ちょっとそれにご説明いただけると思います。やはり一番ウイルスが出るのは口からですから、はい、その時にマスクをしているっていうのは一番 の、 その感染源としての感染を広げないための防御になると思います、うん、そしてその上で知事から申し上げましたように、県民の皆様にはよく手洗いをしてくれと。でもしもそういう万が一ウイルスがついているような場合は手洗いをすることによって自らの身を守れる、健康を守れるということですから、それと両方、相まって、感染が防げるというふうに考えています。経路がわからないということなんですけれど、条件としてはその大阪、和歌山に旅行に行ったときに感染した可能性が分かるというふうに見ているということでよろしいでしょうか。そこは何とも言えません。潜伏期がこうかなり長いものですから、果たしてその大阪、和歌山の方で、感染をしたのか、そういうことは考えたくないんですが、その県内でどういう形で、その感染源と接触をしたのか、そこはちょっと潜伏期間が長いもんですから、今の状況の中では同定することは困難だと思います。はい、よろしいでしょうか。よろしければこれで、終了したいと思います。はい、ありがとうございました。それでは本日の記者会見を終了いたします。ありがとうございます。